続いては還暦記者松尾さんです。こんばんは。先週に続き江戸初期に創業した長崎市の史跡料亭花月です。美しいお庭には歴史上のある人の面白い逸話も残っています。県民限定の贅沢なプランも紹介します。提灯、あ、こんにちは。お世話になります。久しぶり来ました。大きな提灯が出迎える長崎市丸山町の史跡料亭花月。寛永19年に誕生しました。県の指定史跡になっています。龍の間はお庭を望む45畳の大広間。坂本龍馬も遊んだ部屋の床柱には龍馬がつけたとも言われる刀傷が残っています。どうですか、花月は。いやいや、もちろんいいですよ。お宝満載です。お宝満載ですね。集古館には坂本龍馬にまつわる資料のほか、中西玲さんの小説長崎ぶらぶら節で脚光を浴びた相八さんの資料などお宝が満載です。これ道路が分かりやすいですよね。あ、そうそう、分かりやすいですよ。だから見たい。だから中通りも分かるんですよね。明治25年頃に写真家の草分け上野彦馬が風頭から撮影した長崎市街の写真です。メガネ橋があって、なのでメガネ橋の一つこっちの通り、この通りですね。この通りは今の中通りですね。諏訪神社撮りますね。諏訪神社わかるの、うん、長坂、坂がある、ね、長坂があるからね。いや、もう大好き、こういうの見るの。小写真とか今だったらどっかなっていう風な感じで、まあこういうとこ行くともうついつい足が止まって見ちゃいますね。大広間から見えたお庭はおよそ800坪。元禄年間に作られたと言われ、当時の面影を残しています。ですね、こちらの岩崎弥太郎が酔っ払って落ちられた池となっております。相当飲まれたんですね。そうみたいですね。ね、三菱の、ね、二の矢なので、はい、結構こちらにも、ね、来られたんでしょうね。いらっしゃったかもしれませんね。ね、まあ今日は飲んでないんで多分落ちないとは思いますけど。いいね、いいですね、落ち着く、ね。お部屋にも歴史が詰まっています。春雨の間は江戸時代からあった日本最古の洋間と言われています。洋風のタイル張りの床に植物や鳥などが描かれた和風の格子天井。これ庭かな。そうです ね、 ね、庭っぽい、ね、なので日本にはない絵なども、あの植物も描かれてたりするかもしれないですね。なるほど、なるほどね。庭とかね。窓は中国の様式を取り入れています。和洋中の要素が入った部屋には異国情緒が感じられます。しっぽくって和からん料理ですよね。そうですね、和からん料理と、こちらもなので和からん部屋とも言われていた時期があったそうですね。ですよね。いろんなお部屋がある中、お庭を見ながら仕事などで独り占めできる部屋があります。
山陽の間は多くの優れた詩を残した江戸後期の文学者頼山陽が逗留しました。10畳ほどのこの部屋に Wi-Fi がつながるよう整備し、パソコンを使うことを可能にしました。県民限定のテレワークプランです。パソコンから顔を上げると美しい庭が広がります。仕事もはかどりそうですね。部屋には自然が織りなす音が静かに流れます。ここからこうするともうすごく、ね、静かで、そうですね、はい、なんか遠くから人の話し声も聞こえながら、うん、あとは鳥のさえずりと水の音と、うん、そういうのが流れてくるので、うん、とっても静かに仕事がはかどりましたという言葉をいただいております、うんうん、こういう時しかなかなかサービスができないものですから、うん、こういう時にはぜひ立ち寄りいただいて、うん、こんなのがあるんだというのを知っていただければと思います。コロナ対策で少しだけ敷居が低くなった史跡料亭花月。この機会に文人や幕末の志士たちが過ごした空間や風情を感じに訪ねてみてはいかがでしょうか。ねえ、素敵。なかなか敷居が高い料亭ですが、歴史あり美ありと本当に楽しかったです。2週にわたりまだまだ紹介しきれないという感じですが、この機会に訪れてその良さを感じてほしいと思いました。本当に街中の別世界という感じでした。松尾記者でした。ありがとうございます。